はい、皆さんこんにちは。今回はですね、渋谷にあるアップリンクというカルチャーセンターへ行ってまいりました。で、そこにはですね、小さな映画館が入ってるんですよね。で、まあ映画好きの方だと、まあ何回か、まあ行かれてる方とか多いと思うんですけれども、で、そこのやっぱり作品のラインナップというのが、まあなかなかに素晴らしいんですよね。で、今回見てきたのがこの映画です。エボリューション。少年と女性しか住んでいない島で、母親と暮らす10歳の少年ニコラ。その島の少年たちは、全員が奇妙な医療行為の対象となっていた。そんな島の様子に違和感を覚えたニコラは、夜遅く外出する母親の後をつけてみることに。監督は、エコールで高く評価されたフランスの女性監督、ルシール・アザリロビック。はい、エボリューションです。まあね、とんでもない作品でしたよ。はい。で、ちょっとね、この映画、注意しなければいけない点があります。というのは、私が見た回なんですが、はい、隣にいた女性2人組、はい、途中で出ていきました。はい。で、また1人、ね、また1人と、途中で出ていきました。なぜ、ね、こんなことが起きたのか。うん。で、ちょっとね、まずその、この映画を見る際に、まあ、注意しなければいけない点というのと、ちょっとかなりね、作家性が強い、まあ、映画だと思ったので、この映画の過去作をちょっとね、お話しさせてもらってから、このエボリューションというね映画、まあ少しだけですけども、なんとか頑張ってお話ししてみたいなと思います。はい。で、この映画は会う人会わない人というのが、まあはっきりとね分かれるような作品かなと思います。その人によっては悪夢のようなね、まあ映画だったのかなと思います。大型のね、その劇場でやってるような、そのエンタメ性のあるシナリオとか、その答えがね出るような分かりやすいものではないんですよね。まあ自分から、まあ、答えを探せるような人とか、まあもしくはその考えずに、まあ、ひたすら感じることが、まあ、楽しいという人は、まあ、好きな作品かなと思います。そして、普通の倫理観や道徳、それを超えてくる作品ですね。ちょっとその目をね、こう、背けたくなるような、まあ、シーンもありますし、その、合わない人というのは、本当にその具合が悪くなってしまう可能性が、やっぱりありますね。はい。はい。では、次に、この、ルシール・アザリロビックというね、監督の過去作をちょっと振り返ってみましょう。はい。はい。では、この3作品を、まあ、簡単にちょっとお話ししていきたいなと思います。ミミ。この作品は、ルシール監督の初監督作品です。はい。で、ちょっと余談なんですけども、ちょっとね、勉強のため、まあ、見てみようかなと思ったら、DVD がないんですよね。ないというか、まあ、レンタルされてなくて、その、VHS のレンタルならあると言われて、まあ、VHS で見ました。はい。まず、オープニングに大きくその、現実のフランスとね、書かれて始まって、その、親がね、入院しているため、おばと一緒にね、住むことになった、その、少女が描かれてきます。で、そのおばには若い彼氏がいて、で、その彼は少女に対して、っていうね、かなりその、まあ、気持ち悪い、まあ、作品だったんですけども、ただそのエボリューションへのその道筋がはっきりとね、その見えた作品でもありました。例えば、幼い少女からの視点、クローズアップ、ね、薬、まあ、診察台の照明とかね。それと後半にちょっとエボリューションとその重なっても見えるような、その少女の内面描写というのがあって、個人的にはこのミミのその少女のね、そのラストの心境から、まあ男性を排除してある種のユートピアとして次の、まあエコールという作品につながっていくのかなと思いました。エコール、この現代はそのイノセンスというんですけども、これは当時自分の周りでもね、少し話題になっていた作品でしたね。
その深い森の中に、まあ、少女たちだけがね生活している場所があります。でそこにはその男の姿というのはなくて、なんかそこではそのしっかりとした規則のもとに動いていて、少女たちはなぜここにいるのかというね目的も分からず、まあ、森の外の世界と隔絶されて教育を受けているんですよね。でそして少女たちは成長するとともに真の世界を目にすると、まあ、そういった話でした。はい、で最初ねその見た瞬間、あちょっとこれは見てはいけないものをちょっと見てんなみたいな、うん、なんかそういったちょっと感覚だったんですが、うん、なんかちょっとねなんか作られた世界というか、純粋培養ってねどうなんだろうとかね、うん、なんかいろいろなちょっとことを考えた作品でした。そして、幼女少女大人というね、うん、成長前成長途中成長後という何かその女性であるねその監督自身のなんか心の中をね、まあ、覗き見しているような作品でした。はい、ネクターエボリューションと同時上映だったんで、その日本未公開ということでね一緒に見てきました。上映時間がその18分というねとっても見やすい作品ながらも、まあやっぱりこの監督の本質的な部分というのはしっかり入ってましたね。はい、でミツバチをその擬人化したような作品で、森の中のその女王と思われるまあ女性とそのメイドたちがある儀式を行っています。すると女王の肌から蜜が出てくるんですよね、なんかじわーって、うん、言葉で言うとねすごく陳腐なんですけども、とっても幻想的な作品でしたね。はい、でシンメトリーな構図とかその蜂の巣のようなねその建造物、うん、なんかねとってもその幾何学的ですごく美しい作品でした。はい、でこの作品では儀式という部分と、そして最も重要だと思ったのはその誰かの命は誰かへとつないでいくというつなぐという部分ですね。これが、うん、新作エボリューションへと、まあ、つながっていくのかなと思いました。はい、でこの3つのね作品を振り返ってみたんですけれども、ここで一つ覚えていてほしいのはこのエボリューションというね作品、あの前々作のそのエコールよりも前に脚本ができていたそうです。はい、耳からエコールへと、現実に見えているものから記号的シンボリックなものに変わり、エボリューションではさらに抽象化されて感触や感覚的なものへと変わっていきます。このエボリューションという作品、目で見えているものだけでは捉えることができない作品なのかもしれませんね。もうすぐここから待ててきますんで、なんとかねちょっとお話ししてみたいなと思います。オープニング、ゆっくりと見たことないような美しい海底が描かれます。日の光が海底まで長く伸びていて、それに照らされた海洋生物だけがゆらゆらとうごめいています。ここで私は知らない海のはずなのに、なぜか暖かくそして懐かしい気持ちになっていました。その現実離れした幻想的な海からふっと少し暗くなったね現実的な海に切り替わり、そこに一人の少年が泳いでいきます。名前はニコラ。ニコラは海中であるものを発見してしまい、急いで家に戻って母へと報告しに行くところから、この美しい悪夢の世界は始まります。この物語は時代はいつなのか、場所はどこなのか、
一切わかりません。そして少年たちと共に暮らしているのはフェルメールが描く絵のような美しい大人の女性だけがそこで暮らしているんですよね。そこに大人の男性は一切出てきません。そこにいる人たちは海のそばに建てられた白い建物に住んでいて、何か閉ざされた空間のようでした。白い建物、生活感のない部屋、表情をあまり変えることがない女性たち、非常にミニマルな世界観に、後ろの方で静かに流れる電子音がさらに異様な空気を作り上げていたような気がします。冒頭からピンとした緊張感が物語を包み込み、見てる私は画面に没頭していました。この作品では見せるもの、あえて見せないもの、このバランスがとても良くて、その断片をつなぎ合わせることで美しさと恐ろしさがゆっくりと観客の想像力へと向かっていきます。そして基本的にニコラの視点で構成されているので、鑑賞者はニコラと一緒にこの謎に満ちた世界を見ていくことになります。さらに要所要所をクローズアップで見せることが多く、これは全体のことはまだ捉えられないけれど一つ一つのことははっきりと見えているといったような子供から見た視点のような感じがしました。ここはどこなのか、女性たちは何をしようとしているのか、実は私たちはそれをすでに経験してきてるんですよね。急にこの世に生まれて、子供の頃に何もね、わからない世界に対し、これって何だろうとかね、手探りで秘密を解き明かそうとして、少しずつね、この世界を形作ってきたあの頃というかね、それをもう一度体感してるような、何か子供の頃を追体験してるようなね、そんな感覚になっていきました。そしてゆっくりとね、知ることになっていきますよね。この世は美しいことと残酷なことでできているということを。本当の進化とは何でしょうか。もっともっと複雑に多様化していくことでしょうか。それとも原始的なものへとシンプルに回帰することなのでしょうか。この映画では儀式や科学である進化を行おうとしている様が描かれていました。ですが私はそれが進化だとは思いません。それよりもあのラストシーン、あの女性はニコラに対してあることを行います。あの行為、彼女たち全体からすればとても愚かで何のプラスにもならない行為なはずです。ですがあの変化こそが彼女たちにとっての新しいもの、つまり進化の始まりではないかなと。はい、今回はこんな感じだったんですが、あの最後の方にね、あのお話ししたその解釈のようなものというのは本当にその見られた方、その人それぞれにあるものだと思っています。でもしね、あの見られる方がいたら、まあ、ちょっとねお話を聞いてみたいなとね、そういった映画でした。はい、でちなみになんですが、そのこれを見た翌日、寝ててその起きた瞬間、このエボリューションの映像が頭の中にわっとね出てきました。なんかその頭をちょっとねやられてしまったというかね、この映画に。もしくはね、進化ね、私も進化してしまったのかなというね。まあ何を言ってるかね全然わからないとは思うんですけれども、その人によっては本当にその刺激の強い、まあ、映画だったのかなと思ったりしました。はい、ちょっとね長々とお話ししてしまったんで、はい、今回は以上になります。はい、ありがとうございました。